さんこんばんは、デザインアトリエかけらのカズです。本日も YouTube 動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。本日はですね、いきなりではございますが、ちょっと久しぶりにね、顔を出して配信をさせていただいております。顔を出して配信させていただくのは1年ぶりぐらいでしょうか。今日はね、200回記念ということで、200回配信記念ということで、まあ、特別なね配信なので、感謝の気持ちを込めてという部分で、宝石もご用意させていただきました。そしてね、こんな形で、記念なので、ちょっと顔を出してね、撮影もさせていただいております。初めてね、私の顔を見た方も多いかもしれません。一応こんな顔をしておりました。今日はね、皆さんの、皆さんへのですね、感謝の気持ちを込めての配信、宝石、そしてパックご用意しておりますので、ぜひね、最後まで楽しんでいただければと思います。ということでね、いきなり、いつも声しか出してない人間が急に顔を出すとね、戸惑いもあるかもしれませんが、引き続きですね、今後とも、YouTube よろしくお願いします。ということで、今日はね、特別な配信やっていきます。ぜひお楽しみください。ということで、今からね、手元の映像を流していきます。ぜひね、綺麗な宝石たちたくさん、登場しますので、楽しみにしていてください。それではどうぞ。はい、それでは、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、200回記念配信ということで、今年の1月からですね、配信をさせていただいてから、なんと200回のね、配信を迎えることができました。これまで私自身が、この YouTube 配信を続けてこれたのはですね、本当にご視聴いただいている皆さんがいたからだと強く思っております。本当にありがとうございます。今日はですね、美しく、そして素晴らしい宝石たちを感謝の気持ちを込めて、すごい価格帯で、ご紹介をさせていただきますので、ぜひですね、皆さん楽しみにご視聴ください。そしてですね、今回、ラストにはスペシャル記念パックしっかりとご用意しております。今回こちら本当にすごいです。はい、今回のね、スペシャル記念パックですが、パックの中身を見てですね、あの代表のケイスケが苦笑いしておりました。ということで、そのぐらいね、結構内容すごいです。はい、ぜひねご期待ください。デザインアトリエかけらでですね、価格訴求をするのは、決算、そしてブラックフライデー、そしてこの記念配信となっております。今回ですね、目当ての宝石、見つけましたら、本当にね、チャンスだと思います。ぜひですね、楽しみながら最後までご視聴いただけたら嬉しいです。今回のですね、配信、ご購入の有無に関わらず、今回の配信本当にね、なかなかご紹介できない宝石だったりとか、なかなかご紹介できない品質の宝石たちがたくさん登場するので、宝石好きの方には本当にたまらないね、配信の内容になってるんじゃないでしょうか。ぜひですね、本当に美しい宝石たちを堪能してください。そして癒されてみてください。そして今回ですね、プレゼント企画も行っていきます。今回の配信をご視聴いただいている皆さんの中から、抽選で200名様に宝石をプレゼントさせていただきます。応募方法ですが、この動画の説明欄にプレゼント企画の応募フォームご用意をしております。こちら0円のね、応募ページになっておりますが、こちらをご購入いただければ応募完了となっております。ただ、ご購入いただく際にですね、配信中にお伝えするキーワードを、備考欄に必ず記載をしてください。ご購入と言っておりますが、無料なので、ご安心ください。キーワードにつきましては、配信中のどこかでお伝えしますので、皆さんね、聞き逃さないようにお願いいたします。応募締め切りにつきましては、本日23時59分までとなっております。合わせてですね、ご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。また、今回の配信のご購入につきましては、この動画の説明欄に商品ページの記載と、商品ページ公開時間の記載がございますので、ご確認いただけたら幸いです。今日ご紹介させていただく宝石は、明日の23時59分までの、商品ページの公開となっておりますので、ぜひですね、そちらも合わせてご確認お願いいたします。
それでは、大変お待たせいたしましたが、早速ですね、宝石の方をご紹介をしていければと思います。一点物の宝石を、14種類、そしてその後にですね、スペシャル記念パック、ご紹介をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速宝石の方をご紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず1番目ですね、ご紹介していくのはベニトアイトになります。ベニトアイト、見ていただいてわかると思います。この物差しのところに並べてみましょうかね。サイズ大きめです。ベニトアイトね、いつもご紹介させていただくときにですね、なかなか大きい結晶が取れないよねってお話をさせていただくんですが、本当にね、なかなか大きい結晶が取れない、宝石になってきます。ベニトアイトの中でもこれだけサイズがあると大きめのベニトアイトになります。縦が約 4.3mm、 横 3.2mm サイズ、 0.216キャラットあるベニトアイトですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。で、皆さん見ていただいてわかると思いますが、もちろんですね、サイズ大きいです。そしてカラーですよね。ここまで深いカラーが色づいてて、これだけ輝きが強いベニトアイト、なかなか手に入らないですし、なかなかご紹介できません。すごくないですか、このカラーの深さ。私も久しぶりにこのベニトアイトで、このサイズ感でこれだけカラー色づいてて、カラーが深いベニトって久しぶりに見たかなっていう、そんな宝石になってきます。もう一発目から本当にね、特別な宝石ご紹介をさせていただけてるのかななんていうふうに思います。まあ、こんな形で今日はあと13種類ですね、本当にすごい宝石たち、登場するので、もう宝石好きにはもうたまらない配信になってくると思います。まあ、こんな形でね、引き続き、ご紹介をさせていただければと思います。で、今回ですね、価格帯しっかり金額します。ただその金額するっていうのは、その宝石のね、価値がしっかりあるという意味ですね。しっかりと品質がいい宝石を、ご紹介させていただいているので、しっかり金額はしますが、ただそれでも安いです。正直本当に金額帯は高いけど安いです。そこはね、ちょっと皆さん金額帯楽しみにしていてください。この品質がこの価格帯で出ちゃうのって感じで、今回本当に価格訴求していますので、そこはですね、皆さん、楽しみにしていてください。ということで、1番目ベニトアイトご紹介をさせていただきます。なんとこのカラーで、このサイズ感で 49,800円で1ピース限定でご紹介させていただきたいと思います。破格も破格じゃないですか。このベニトの価格帯分かる方はもうすごーって感じで思っていただいていると思いますが、まずベニトアイト 49,800円、1ピース限定になってきます。もうこの高い理由が分かりますし、ただ高いけどめちゃめちゃ安いので、本当にね、今日気に入ってくださった方は手に取ってみてください。はい、ということで、まず1番目ベニトアイトにご紹介させていただきました。さあ、続いては何をご紹介するかというと、これもですね、すごいですよ。カラーがもうね、すごいです。はい、ちょっと待ってくださいね。今登場させていただきます。ということで、お待たせいたしました。黒背景の方が分かりやすいでしょうかね。はい、カラーを見ていただければね、もうこの宝石何の宝石かってもうすぐにね、分かっちゃうと思いますが、はい、登場しました。パライバトルマリンさんになります。パライバトルマリン、やっぱね、人気高いです。そしてもうこのカラー見ていただければ分かると思います。産地ブラジルですね。やっぱりね、アフリカ産のパライバトルマリンも綺麗です。もちろん綺麗なんですけれども、ブラジル産の、パライバトルマリンはやっぱりカラーのノリが一ノリ違うなって感じですよね。で、このカラー見てください。本当にこうパチンとこう目に入ってくるね、ネオンカラー、本当に素晴らしいと思います。私もですね、この、撮影臨む前にですね、ゆっくりちょっとこのパライバトルマリン観察させていただきました。本当にね、そのぐらい綺麗だなって思います。ルーペでね、ゆっくり見ちゃいましたが、綺麗ですよ。インクルージョンありますが、ただカラーの発色、サイズ感申し分ないかと思います。そして金額帯ももうね、これ本当にすごいです。はい、本当にすごいので、
価格聞いて多分驚くと思います。ブラジル産のパライバトルマリンがなんと、あ、サイズ言ってないですね、約縦 3.9 ミリ横 3.2 ミリサイズ 0.19 キャラットのパライバトルマリン、ブラジル産です。はい、ということで、価格訴求させていただきました。ということで55,000円で1ピース限定、55,000円って感じですね。このパライバが55,000円で買えるってもうめったにないチャンスだと思います。はい、パライバ狙ってた方、もう今日がその日じゃないでしょうか。ぜひ手に取ってみてください。2番パライバトルマリン、55,000円で1ピース限定でご紹介をさせていただきます。パライバトルマリンは通常ね、加熱処理がされている宝石ですが、このねパライバトルマリンも加熱処理行われております。そちらはねよろしくお願いいたします。そしたら3番いきましょうかね。3番、もうね1番2番でも結構お腹いっぱいっていうぐらいねいい宝石お見せしてますが、3番もすごい宝石放出してしまいます。はい、それではね登場してもらいましょう。はい、大きいですね。この宝石でこのサイズ感って大きいって感じです。はい、こちら皆さん何の宝石かわかるでしょうか。なかなかこのサイズ感のこの宝石今までもね登場してないので、皆さんわかるかな。はい、こちらの宝石はなんとアウイナイトですね。アウイナイトもやっぱり、大きい結晶が取れない、大きい結晶がね取れない、そんな宝石になってますが、今回このアウイナイトサイズなんと約縦 6.3mm、 大きいです。そして横 3.5 ミリサイズ 0.26 キャラットのアウイナイトご紹介をさせていただきます。この子は透明感とサイズ感が本当にすごい。で、カラーも綺麗ですよね。カラーは鮮やかめな青なんですよね。鮮やかめのブルーなんですけれども、大きくて輝きすごくて透明度高い。このアウイはなかなかいいアウイだと思います。はい。サイズ感を見てください。カラーも綺麗ですよね。私はこのカラーすごく好きです。はい。ブルーカラーが非常に美しい。アウイナイト、大粒のアウイ欲しかったよって方、今日めっちゃめちゃチャンスです。透明感と輝き、本当に美しい海を眺めてるような、美しい空を眺めてるような、そんな宝石じゃないでしょうか。いいですね。ずーっとこうやって傾けていろんな輝きを楽しみたいところですが、まだまだ今日は宝石ご用意しておりますので、この調子で喋ってるとダメですね。かなり時間いってしまいますので、もうちょっとスムーズにいきましょうか。はい、3番アウイナイトいきます。はい、約縦 6.3mm 横 3.5 ミリサイズ 0.26 キャラット75,000円で1ピース限定、これは安すぎませんか。はい、本当にね綺麗なアウイなので、大きめのアウイ欲しかった方、めっちゃ噛んでますね。欲しかった方、今日チャンスじゃないでしょうか。ここインクルージョンあるの分かりますかね。インクルージョンしっかりあります。そこはねご了承ください。ということで3番アウイナイト登場させていただきました。そしたら続いて4番いきましょう。4番はねこれまたサイズ大きいですよ。このサイズ感のこの宝石、これもなかなか今までご紹介してないのかなって思います。結構びっくりするかもしれないです。じゃん、ということで、はい、こちらの宝石皆さんわかるでしょうか。はい、ピンクカラー、すごくね可愛らしい雰囲気を持った宝石ですし、美しさを持ってるんですが、とにかく希少性が高いっていう、そんな宝石です。はい、こちらはペッツォタイトですね。ペッツォタイトがなんとこのサイズ感、さらにねマーキースカットのペッツォタイト、あまり今までもねご紹介してないんじゃないかなというふうに思います。さらにこのサイズ感ですね、約縦 11.3 ミリサイズ、めちゃめちゃ大きいです。約縦 11.3 ミリ、横 4.7 ミリサイズ、 1.11 キャラット、1キャラットアップのペッツォ、なかなかご紹介できてないですね今まで。さらにこの透明感ですね。透明感すごいんですよこの子で、輝きもすごいので、もうこれはもう希少性もそうですし、美しさ可愛らしさもうパーフェクトじゃないかっていうね、そんなペッツォタイトご紹介させていただきたいと思います。4番ペッツォタイトで、ペッツォタイトは通常オイルガンシン処理がされている宝石になります。このペッツォタイトもオイルガンシン処理がされております。よろしくお願いいたします。4番ペッツォタイト75,000円で
1ピース限定、安っって感じですね。7万5000円でこのペッツォが買えちゃうっていう感じですが、はい、今日は特別な配信なので歓迎させてください。7万5000円でペッツォタイト1ピース限定でご紹介させていただきます。はい、で今回ですね、ご購入いただいた皆様には、すべてルースケースにね、入れて、発送させていただきますので、ご安心ください。そしたら5番いきます。5番、ペッツォタイトじゃないですね、5番、パパラチアサファイアいきます。はい、5番パパラチアサファイア、4番のペッツォタイトがね、かなり印象深かったのでペッツォって言っちゃいますが、5番はパパラッチアいきます。パパラッチアサファイア、この品質のパパラッチア初めて、ご紹介するかもしれません。カラーすごくないですか、このカラー。まあ、私も久しぶりにパパラッチアサファイア見たなっていうね、そんな宝石になってきます。しかもですね、このパパラッチアサファイアラウンドカットになってます。ラウンドのパパラッチャってなかなか今まであんまり 見ないというか、あまりね、手に入ってなかったので、今日このタイミングでねご紹介できてよかったかなと思います。カラーのノリ、そしてカラーの深さ、輝き、透明度、申し分ないですね。本当にすごいいい品質のパパラッチアサファイアかなと思います。パパラッチアサファイアは、通常加熱処理がされている宝石ですが、こちらのね、パパラッチアサファイアも加熱処理がされております。で、カラーがね、パパラッチアサファイアというと、ピンクとオレンジの中間色っていう、ね、定義がありますが、本当にこのカラーは大人っぽいピンクと、オレンジの中間色って感じですかね。はい、いいですね。この大人っぽさ、すごくいいです。カラーの深さも本当にね、いいパパラッチアサファイアだなって思います。さらにサイズ大きめですよね。サイズがね、約 4.5 ミリサイズ、0.57 キャラットのパパラッチアサファイアご紹介をさせていただきたいと思います。でこちらのパパラッチアサファイアは、GIA の鑑別書がついてきます。でこちら、英語表記にはなりますが、鑑別書、お付けさせていただきます。 GIA のね鑑別書がついてきます。はい、こちらペツオタイト、5番ペツオタイト、あ、ごめんなさい、さっきからペツオタイトが離れないですね。5番パパラッチアサファイア、サファイアです。5番パパラチアサファイア、失礼しました。この子はパパラチアサファイアです。はい、5番パパラチアサファイア、7万5000円で1ピース限定、安いですね。これが7万5000円で買えるって夢のようじゃないでしょうか。はい、7万5000円でパパラチアサファイア1ピース限定、この子は5番パパラチアサファイアですね。はい、もうさっきからペツタイトがね、もう頭から離れないですね。はい、すいません。5番のねパパラチアサファイア本当に綺麗です。はい、さらに6番はもう一度パパラッチア行くんですが、サイズ感がねすごいです。6番パパラッチアサファイア大きいですよ、この子。さらにカラーすごいですよ、見てください。はい、ということで、6番パパラッチアサファイア、ちょっと光上げました、すいません、光上げさせてもらいました。6番パパラッチアサファイア、この子はね、オーバルカットになってきます。オーバルだけど、この大きさわかりますか、このピンセット持った感じの大きさ。はい、約縦6ミリ横5ミリサイズ、 6×5 のパパラッチアサファイア。さらにこのカラー、品質、透明度、本当にすごいねパパラッチアサファイアじゃないでしょうか。でこの子も、鑑別書がついてきます。はい、 GIA の英語表記の鑑別書がついてきます。 1.06 キャラットのパパラッチアサファイア、この子オーバルカットになってきます。この子ねカットいいですね、カッティングがすごく綺麗です。はい、カラーも本当に綺麗なので、まあ、先ほどのね、5番のパパラッチアの子もすごくカラー綺麗でしたが、この子もねいいですね。いやー、楽しくなってきちゃいましたね。僕もこのね、配信すごく楽しみにしていて、やっぱりね、綺麗な宝石とこう会話するのってね、すごく楽しいですよね。そして、見ていただいてる皆さんがね、こうやって綺麗な宝石見て楽しんでくださってるのを想像すると、本当にね、今日すごく楽しみで仕方なかったです。はい、ということで、パパラッチアサファイアね、こんなに品質がいいパパラッチアサファイア、今日は紹介させてくれてありがとうって感じなんですが、6番パパラッチアサファイアご紹介です。19万8000円で1ピース限定。高いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これめちゃめちゃ安いです。はい。19万8000円でこのパパラッチアサファイア買えません。はい。今回ね、価格帯、本当にね、すごいですよ。はい、すごいので、まあ、高いけど安いって感じでね、皆さん思ってください。すごいスペシャルプライスで今回出させていただいております。見てるだけで皆さん楽しくないですか？こんなに品質のいい宝石たち、なかなか、一度にね、見ること、なかなかないと思います。はい。6番パパラチアサファイアご紹介でした。
そしたら続いては7番いきましょうか。7番はこちらの宝石、この宝石も、希少性が高い宝石です。そしてこの宝石ね、品質すごくいいですよ。はい、7番はこちらの宝石です。はい、この宝石皆さんわかるでしょうか。はい、ということで、7番はユークレースですね。ユークレース、ユークレースってね、こちらもまあね、希少性が高い宝石で有名ですが、今回のユークレース、カットも綺麗だし、品質がとにかくいいです。すごく品質いいです。透明度、そしてカラーがね、このブルーカラーからちょっとパープルも感じますが、このカラーがなかなか手に入らないですよね。ユークレース自体もなかなか手に入らない宝石なんですが、このカラー、そしてカット、品質、なかなか手に入らないユークレース手に入れちゃいました。ということで、今日は特別な価格帯でこの子もご紹介したいと思います。輝き、透明度、そして何よりカラーすごくいいですね。透明感すごいですよね、この子。はい、ユークレース、ユークレース探されてた方、今日めっちゃチャンスです。はい、約 4.1 ミリサイズ 0.306 キャラット、そしてこの子はブラジル産のユークレースになってきます。178,000円で1ピース限定、178,000円で1ピース限定でご紹介させていただきます。ユークレース、いいですね。なかなかご紹介できない宝石、まだまだ、引き続きねご紹介していきますが、この子なかなか紹介できないですよ。7番ユークレースご紹介をさせていただきました。そしたら続いてもまたね、いい宝石、全部いい宝石なんですけど、次もねいいですよ。はい、続いては皆さんが大好きな宝石いきましょうかね。続いては、はい、こちら行きましょう。ちょっと喋りすぎてますかね、もう少しスピード上げましょうか。はい、続いて8番行きましょう。8番はこちら、もうこのカラー見ていただければわかるでしょう。グリーンカラーのベリル、エメラルドになってきます。エメラルド、透明感ありますよね。でカラーの発色すごくいいかなって思います。黒背景持ってくとこんな感じ、すごくないですか。インクルージョンあります。ただインクルージョンいいですね。すごくインクルージョンが神秘的で、まあエメラルドってね、インクルージョン入りやすい宝石ではあります。インクルージョンが宿命なんていう風に言われる宝石ですが、このエメラルド本当に特別なんです。何が特別かというと、あのエメラルドって、産出された後に、まあ、カラーをね調整するために、オイル処理っていうね、オイルガンシー処理っていう処理をされてから市場に出回ることが多いんですが、このエメラルドはノンオイルのエメラルド、要は、オイル処理されてないエメラルドになります。なのでもう産出された時からこのカラーを持って、この市場に出てきてくれたという、そんなスペシャルなエメラルドご紹介をさせていただきます。オイル処理してなくてこのカラーってすごい、もうやばいって今言いそうになったんですけど、まあ、やばいんです。はい、とにかくねすごいエメラルド今日連れてきちゃいました。カラーの発色ほんといいです。サイズ感もバッチリです。サイズがね、約縦が 4.3mm、 横 4.2mm サイズ、 0.42 キャラットのノンオイルエメラルドご紹介をさせていただきます。はい、ということでこちら18万円で1ピース限定、いや安すぎませんかって感じなんですが、ノンオイルのエメラルド、この価格帯じゃ絶対手に入らないので、はい、ぜひね狙ってた方、ゲットしてみてください。でこの子ちょっとね後ろ側見ていただくと分かるかもしれませんが、このお尻のこの辺ですね、ちょっと、インクルージョン、宝石表面出てきてしまっていますが、それね気にならない方ぜひね手に取ってみてください。すごく気になるかっていうとそうでもないんですが、分かりますかね、ちょっとこうこの辺ですね、はい、インクルージョンちょっと、宝石表面出てきております。ということでノンオイルエメラルド、8番ノンオイル口が回ってないですね、8番ノンオイルエメラルド、はい、18万円で1ピース限定、あーもうこれ見れてるだけで幸せですね。はい、ということで続いては9番いきましょうか。9番もねこれまた珍しいですね。この宝石は今まで紹介したことあるかなって宝石ですが、これはねもうコレクターストーンって言ってもいいんじゃないでしょうか。初めて見る方も結構多いかもしれません。はい、ということでご紹介をさせていただきます。9番ウルフェナイトです。ウルフェナイト、聞いたことないよって方もいらっしゃるかもしれませんが、なかなか珍しい宝石かもしれません。今回ねこのウルフェナイト何がすごいかって、まずサイズ感すごいです。ウルフェナイトでこれね1キャラットアップなんですよ。1.85 キャラットなんですけど、まずこんなに大きい結晶なかなか出回ってないんじゃないでしょうか。 1.85 キャラットのウルフェナイト、さらにカラーがすごいです。
カラーこんなに、ね、パチンとこんなにパチンと、カラーが乗ってるウルフェナイトなかなか見ることできません。さらにしっかりとカットがされてるウルフェナイトなかなか出回っておりません。ということで9番ウルフェナイト、少しねこの子わかるかな、ちょっとこの辺ちっちゃい欠けあります、そこだけちょっとご了承ください。これは品質いいですよ本当に。そしてカラー本当綺麗なのでなかなかこれも手に入らない宝石ですが、今回手に入れられたのでもうこれもスペシャルプライスでいきたいと思います。9番ウルフェナイト、縦 5.4mm 横 5.1mm サイズ 1.85キャラットです。少しね、この部分上の方欠けがちょっとちっちゃい欠けがありますがご了承ください。でこの子はモース硬度ね低めです、2.5 から3なのでモース硬度が柔らかい石になります。取り扱いだけね、ご注意ください。ということでウルフェナイトコレクターストーン、はい、これは欲しい方多いんじゃないでしょうか。19万8000円で1ピース限定、これもスペシャルな価格帯です。もう全部がスペシャルなのでちょっとねスペシャル感がわからないかもしれませんが、とにかくね今回全部がスペシャルです。はい、そしたらね続いて10番いきましょうか。10番、これももう毎回これもって言ってますが、もうこれもすごいんです本当に。じゃあ10番いきましょうか。10番はこちらの宝石いきましょう。はい、こちらの宝石はジレメジェバイト、はい、ジレメジェバイト、10番はジレメジェバイト、ご紹介をさせていただきたいと思います。もうなんかあれですね、早口言葉みたいですけど、すごくね、希少性が高い宝石です。でこの子はね何がいいかっていうとカットですね。カットがすごい綺麗じゃないでしょうか。ジレメジェバイトでこのカッティング、はい、この綺麗なカットのジレメジェバイトってなかなか見られないです。さらに品質いいです。さらにサイズがすごいです。約縦 7.2mm 横 4.8mm サイズ、これだけでも大きいですよね。さらに1キャラットアップ 1.167 キャラットで、このカッティングのジレメジェバイトなかなか見られないですよ。品質すごいいいです。でこのジェレメジェバイトね、ちょっとこう正面から見た時とちょっとこう角度変えてね見た時のこのカラーのね色づき方の雰囲気が変わるっていうのが一つこの宝石の特徴かななんていうふうに思います。10番ジェレメジェバイト、これもなかなかご紹介できない宝石じゃないでしょうか。初めて見た方も多いんじゃないかななんていうふうに思います。今日ねこのタイミングでこんないいジェレメジェバイト、はい、ご紹介できてよかったななんていうふうに思います。10番ジェレメジェバイト、21万8000円で1ピース限定、21万8000円で1ピース限定になってきます。品質いい、さらにカッティングが素晴らしいジェレメジェバイト欲しかったよって方今日チャンスです。はい、ということで10番まで行きましたので続いては11番行きましょうか。11番行きますね。11番はこれももう毎回もうちょっとこれ言ってるんですが、これもね本当にねすごい宝石なのでちょっとこれはね皆さんちょっとゆっくり見てください。はい、そしたら11番行きましょうか。11番、まず白背景からいきます。11番、こちらダンということでアウイナイトです。はい、これはねカラーがすごいですよ。カラーの深さがとてつもなく深いです。本当に、ね、究極のブルーっていう言葉がぴったりのそんなアウイナイトじゃないでしょうか。これだけカラーが深いアウイ久しぶりに見れたなっていう感じですね。さらにサイズ感すごくないですか。ペアシェイプカットでこのサイズ感がですね約縦 6.1mm、 約縦 6.1mm ってあんまりアウイナイトでね使わないですよね。 6.1mm って言うことないのでちょっと噛みますが 6.1mm 噛んじゃいますね。約縦 6.1mm 横 4.7mm サイズのビッグサイズのアウイナイトご紹介させてください。インクルージョンはありますがカラーの深さとサイズ感すごすぎるって感じです。カラーの深さがいやもうこれすごいですね。僕ねこの配信始まる前にこのアウイは一番ちょっと長く見たかもしれないです。ルーペでねちょっと長く覗かせていただきました、皆様よりちょっと一足先にね。いやーでもねそれにしても本当に綺麗なアウイなのでこれはもう納得の金額というより安すぎるって感じなんですが、価格帯も今からお伝えしたいななんていうふうに思います。でこのねアウイちょっとこの辺ですね、ここわかるかな、ちょっと黒背景で見ましょうか。この辺りですね、少し、宝石表面にインクルージョンが出てきております。それねちょっと気にならないよって方ぜひね手に取ってみてください。すごく気になるかといったら僕はね
ほぼほぼ気にならないかななんていうのもあります。はい。中にはね、インクルージョン気にする方もいらっしゃると思いますが、一応ね、そこだけ伝えておきます。はい。宝石表面にちょっとね、インクルージョンが出てるところもあります。ということで、大きめの、めちゃめちゃカラー深いアウィナイトご紹介させていただきます。スペシャルプライスでいきたいと思います。228,000円で1ピース限定。めっちゃめちゃ安いです。228,000円で1ピース限定。はい。今回は、もうなかなかね、ご紹介できない宝石たちを、本当にね、スペシャルな価格帯でご紹介させていただいております。11番、ビッグサイズのアウィナイトご紹介させていただきました。そうしましたら続いては12番いきましょうか。残り3つとなってきましたが、残り3つもすごい宝石、まだまだ残っておりますので、ご紹介をさせてください。この宝石もね、なかなかご紹介できない。かなり品質がいい。この宝石ご紹介させてください。はい、ということで、この宝石皆さんわかるでしょうか。結構ね、この宝石知ってる方も多いかななんていうのも思います。希少性がね、本当に高い。そしてこの品質のこの宝石、本当になかなか手に入らないので、今回ね、ちょっと皆さんにお見せできてよかったなと思います。はい、ということで、12番、ターフェアイト。ターフェアイトご紹介させていただきたいと思います。今回のターフェアね、あれですよ、インクルージョンが少ないです。はい、品質、すごくいいです。さらにサイズ感すごいですね。お尻の深さも、これだけあるので、輝きの深さをね、見てほしいんですけど、すごくないですか。輝きの強さもすごいですし、輝きの深さですね。輝きの深さを見てください。この輝きの深さ、素晴らしいですね。ターフェアイト、本当にターフェアイトって、まあ、希少石の中の希少石ってね、言われておりますが、なかなかこの品質のターフェアイト、本当にね、手に入りません。今日は本当にね、こういう特別な配信でご紹介できてよかったな、なんていうふうに思います。輝き上品だし、カラーがいいですよね。この可愛らしいこうパープルカラー、だけどこう上品さがあるっていうカラーで、本当にね、いいターフェアイトかなって思います。約縦 6.3 ミリ、横 4.9 ミリサイズ、1.049 キャラット、1キャラットアップのターフェアイトご紹介させていただきます。品質の良さ伝わっているでしょうか？ということで、12番はターフェアイトご紹介です。23万8000円で1ピース限定でご紹介をさせていただきたいと思います。ターフェアイト探してた方いらっしゃるんじゃないでしょうか？多分ね、価格帯分かる方分かると思いますが、この品質のターフェアイト、23万8000円って、通常ではなかなか出せない価格帯です。はい、23万8000円で1ピース限定になっております。はい、23番は、ごめんなさい、23番じゃないですね。12番は、ターフェアイト、ご紹介をさせていただきました。そしたら、13番行きましょうかね。13番行きたいと思います。13番は、こちらの宝石ご紹介しましょう。これすごいですよ。この宝石はね、今日本当に紹介できてよかったなって感じの宝石です。13番アレキサンドライトご紹介になります。サイズ大きいですよね。本当にサイズ感大きくて、このカラーもいいですね。今ね、映像で見ているとちょっとこうブルー強いんですが、もう少しねこうグリーン寄りのカラーです。はい、大粒のアレキサンドライト、この品質はすごいですよ。インクルージョンあるんですけど、インクルージョンありますが、このね、インクルージョンがある分ね、今回、この品質のアレキが、この価格帯で登場って感じでね、ご紹介をさせていただきます。これね、ちょっと白い、こう、ミルキーになってる部分、これね、インクルージョンになりますが、これがね、私は、チャームポイントで、めちゃめちゃ好きです、この感じ。なんかこう、宇宙空間をね、覗いてるようにも見える、そんなアレキかなって思います。見てください、この品質がすごいでしょ。はい、でこのアレキですね、何がすごいかというと、カラーチェンジがですね、本当にすごいんです。はい、カラーチェンジ見てみますか。はい、ちょっとお待ちくださいね。このカラーチェンジ本当に強く、カラーチェンジしてくれるアレキサンドライトです。はい、すごくないですか。これね、肉眼でぜひね、見ていただきたいんですが、このカラーチェンジ本当にすごいですよ。すごいカラーチェンジしてくれるので、大きいアレキ、品質のいいアレキ欲しかった方、今日はねぜひこれ手に取っていただきたいと思います。
はい、ということでね、アレキサンドライトをご紹介をさせていただきたいと思います。約縦 7.2mm、横 5.5mm サイズのアレキサンドライト 1.108 キャラットになってきます。298,000で1ピース限定になってきます。ちょっとね、インクルージョンあるっていうところで今回かなり安い金額で出させていただいております。インクルージョンなかったらもうこれもとてつもない金額になってしまいますが、ただこのインクルージョンがこのアレキサンドライトはすごく僕はいいなと思います。本当になんかこう宇宙空間をね、こう眺めさせてもらってるような、そんな宝石かなと思います。で、今回ちょっとこれせっかくなのでちょっと近づいて見てみましょうかね。ちょっとカメラアングル変えてみましょうか。ちょっとお待ちくださいね。はい、お待たせしました。このアレキ見てください。この近くで見てみるとすごくないですか。この宝石の良さめちゃめちゃ伝わるんじゃないでしょうか。このインクルージョンがこうキラーとこう虹色に輝く感じとか、このミルキーなこのインクルージョンもすごくいいですし、ここもインクルージョンありますが、いやー、いいアレキですね。本当になかなか皆さんにお見せすることができないアレキサンドライト、今日はねご紹介をさせていただいております。ということで、ちょっとねこの近場で見てるときにカラーチェンジもさせてみましょうか。このカラーチェンジです。すごいですね、このカラーチェンジです。はい、ということで13番アレキサンドライト298,000で1ピース限定です。これは今日皆さんにお見せできてよかったです。大きい、品質がいいアレキサンドライト、いいですね。はい、ということで13番はアレキサンドライトになります。はい、それでは最後になりますが、最後はこの宝石で終わりましょうかね。はい、最後はこちらの宝石ご紹介させていただきたいと思います。はい、もう最後になっちゃいましたね。あっという間に最後になってしまいましたが、最後はこの宝石ご紹介です。はい、ということでこれはね、今回の配信のサムネイル画像にもなっておりますが、パライバトルマリンでございます。もうカラーの発色、そしてサイズ感、輝き、もう本当に素晴らしいパライバトルマリンじゃないでしょうか。もう本当にこうパチンとこう目に入ってくるカラーが素敵で、やっぱりこう人気がある理由がね本当にわかる、そんな宝石じゃないでしょうか。サイズ感本当に大きいです。約縦 6.6mm、 約縦 6.6mm、 横 6.4mm サイズのパライバトルマリン、もちろんブラジル産のパライバトルマリンです。 0.795キャラットのパライバトルマリンご紹介をさせてください。みんなに愛されている理由が本当にわかります。そして本当にね人気が高いですね。そしてブラジル産、ブラジル産のカラーって本当ねいいですね。もうこれはみんなが誰が見てもいいなって思う宝石じゃないでしょうか。インクルージョンありますが、もうこのカラーの発色、輝き、もう素晴らしいので、気になる方はねもう今日チャンスじゃないでしょうか。これもなかなかこの価格帯じゃ買えないと思います。はい、14番はパライバトルマリン、ブラジル産のパライバトルマリンになります。25万円で1ピース限定でご紹介したいと思います。25万円で1ピース限定、これは今日これもね本当に紹介できてよかったなと思います。いいパライバなかなかご紹介できないので、ここまでいいパライバはねなかなかご紹介できないので、今日本当にね、記念配信ということでご紹介できてよかったなと思います。はい、金額帯もめちゃめちゃすごい金額帯なので、まあ、パライバトルマリンいつか欲しかったよって方はもう今日めっちゃめちゃチャンスじゃないでしょうか。はい、ということで、一点物の宝石はね、これで以上になります。すべてで14種類、ご紹介させていただきました。すべての宝石が本当にスペシャルだったので、内容めちゃめちゃ濃かったと思いますが、ぜひですね、この配信終わった後もね、また皆さん、見返してみてください。本当に綺麗な宝石たちばっかりだったので、私もね、ちょっとまた、自分の配信、見直して、宝石たちね、また見ようかななんて思います。はい、ということで、一点物の宝石、14種類の宝石ご紹介させていただきました。ここでねちょっとごめんなさい、お待たせしましたが、プレゼント企画のキーワードねお伝えをさせていただきたいと思います。キーワードは今ね画面にもパライバトルマリン映っておりますので、パライバでいきましょうか。カタカナでパライバ
今回のプレゼント応募企画の、キーワードはパライバになっております。プレゼント企画の、応募ページにつきましては、この動画のね、説明欄の方に、ございますので、そちらから飛んでいただいて、備考欄に必ずですね、今お伝えしたキーワードを記入して、応募してください。キーワードはパライバでいきます。よろしくお願いいたします。さあ、それでは、最後は皆さん、お待たせいたしました。スペシャル記念パックね、ご紹介をさせていただきたいと思います。今回は200回記念ということで、今回ですね、気合を入れすぎてしまいました。今回内容かなり期待してもらって大丈夫です。節目のね、時にしかなかなかご紹介できないパックなので、本当にね、たくさんの方にお届けできたら嬉しいなぁなんていうふうに思っております。パックの内容ですけれども、3000円を150個限定、そして1万円を70個限定、3万円を10個限定、10万円を3個限定でご用意をさせていただきました。内容はですね、どんな宝石が何石届くか完全にシークレットとなっております。ただ、期待してもらって大丈夫です。はい。期待してもらって大丈夫って何回言うんだって感じなんですが、期待してもらって大丈夫です。はい。ちょっとね、ここからの話はちょっと裏話にはなってしまうんですが、今回のパックの内容ですが、8割方ですね、内容が、お届けする内容が決まっているんですが、あとの2割の部分がね、ちょっとまだどの種類のパックも決まっておりません。はい。これね、どういうことって感じなんですが、実はですね、来週の前半あたりにですね、手に入る予定の宝石があります。はい。僕の中で、ちょっとこの宝石たちはね、ちょっとパックに入れたいなと思っておりまして、その宝石たちを、ちょっと待って、最後ね、パックにお入れしてから発送をしたいな、なんていうふうに考えております。なので、ちょっとね、パックの発送につきましては、少しだけちょっとお時間いただいて、10月の28日、木曜日のね、出荷とさせていただければと思います。すいません、ちょっとお時間いただきますが、よろしくお願いいたします。デザインアトリエかけらの、スタッフたちから、もっとね、早くパック、お送りした方がいいんじゃないでしょうかなんていうふうにね、言われたんですが、僕はちょっと、いや、ちょっとその宝石だけ入れたいので、ちょっと皆さんに待ってもらいたいです、なんていうふうに、ちょっとスタッフたちに伝えました。なのでね、ちょっとここはこだわって、最後宝石、2割の部分仕上げさせていただいて、皆さんにお送りさせていただければと思います。ぜひね、皆さん、ご期待いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はスペシャルな、配信イベントをやらせていただきました。商品ページ公開時間につきましては、この動画の、ね、説明欄の方に、商品ページの記載と、商品ページ公開時間の記載ねございますので、ぜひそちら、ご確認いただければと思います。で、今日ご紹介した宝石は、明日の23時59分までの公開となっておりますので、気になる方は、そちらもね、ご確認いただいた上でご購入のほどよろしくお願いいたします。そしてすいません、あと一つねご連絡があります。明日はですね、通常ですとちょっと YouTube 配信ねやらせていただく日なんですけれども、明日は YouTube 配信ちょっとお休みになります。ただですね、Twitter 上で一つイベントをご用意しておりますので、明日のね20時のツイートをご確認いただければと思います。こちら20時に一つねツイートさせていただきますので、そちらでイベント公開させていただきます。ツイッターやられてない方は、20時に、ショップページ覗いていただければ、このイベントの内容をご確認いただけますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は、皆さん200回記念本当に、ご視聴いただきありがとうございました。心より、感謝申し上げます。今後ともですね、私デザインアトリエかけらカズ、そして、デザインアトリエかけら一同を、今後ともよろしくお願いいたします。ということで皆さん、本日も YouTube 動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。パックスペシャルになってます。ということで、さようなら、ありがとうございました。